巻末。政治の腐敗や度重なる天変地異に窮した民衆は、その不満を爆発させ各地で反乱を起こした。彼らは黄色い頭巾を頭に巻いていたことから黄巾と呼ばれた。黄巾の乱は数年かけ鎮圧されていったが、その残り火は依然として大陸にくすぶっていた。その頃、紀州定山郡には二人の若者がいた。一人は凛とした若武者、名を趙雲、あざ名は紫龍。もう一人は学者然とした青年、名を来賓、あざ名は紫伯。趙雲と来賓は地元に黄巾の残党が現れたという話を聞き、連れ立って彼らが潜むという洞窟へと偵察に向かった。確かなのか、紫伯。この辺りで黄巾族の残党が騒いでいたというのは。ああ、確かさ。奴らは土の中から人が出てきた仙人の復活だなんて騒いでいたかな。仙人なんて信じない。俺の考えは。そういう問題ではない。黄巾族が辺りにいたのなら、我らの住むところが襲われるかもしれんのだぞ。まず人が埋まっていたとすれば人柱だ。だが辺りの地形を考えれば災害はないし、人見ごく聞いたことがない。ならば何かしらで倒れた古代の人間が環境によって腐敗しなかった。その歴史学的価値がわかるか、シリュウ。お前というやつは。あった、あそこだ。これは娘か。こいつはひょっとすると俺が思っていた以上のもの。そこで何をしている。そのお方は仙人。我らに新たな教えをくださるのだ。勝手に触るな。新しい教団の聖地を荒らされてたまるか。本当に黄巾族だったか。そんな時に。シリュウ、何とかしてくれないか。承知した。一人でむやみにつ。なんだてめえら。さては何か企んでやがんな。すまない、ほんの少し時間をくれ、シリュウ。このままだと娘が。子供の頃からか。初めての実戦だからな。余計なおせっかいかもしれないが、戦闘はまず近づくのが基本だよな。
いや。
超支流。ひとまずここは退けたな。シャーク、そちらは。ああ、すまない、すっかり任せっきりにしてしまった。ちょっとこっちに来てくれ。俺の考えが正しければ、ひょっとすると…やっぱりだ…何か不運が…誰？生きてる？そんなバカな。質問に答えなさい。あなたは一体全体どうなっているんだ？聞きたいのはこっちよ。なぜ起こしたの？狙いは力？起こした力？それは…いたぞ！こっちだ！偵察隊がやられて…け、新手か。先ほどより人数が多い。やれやれ、騒がしいわね。私には関係ない争いだし。手を貸す？ひょっとして叩く…来るぞ。こたびはお前も加勢してる。さあ来やがれ。お前なんぞひとひねりだ。全く状況がつかめないが、この大発見を今奴らに渡すわけにはいかない。こたびの敵一人では厳しい。お前の援護が頼りだ。シャーク、いざ。二人で。この状況だけ見れば、あなたたちが誰かに追われている。いざ。
ね。俺たちが。なあ。やれやれ。どうやら私レイカ。レイカさん。あ、俺はライ・シハブです。超シリュウと申します。なんと丁寧な挨拶。
痛み入れよ。もっと楽になさいよ。雷紫伯に。ここにいやがった。おめえらか？俺の邪魔をしてる。お前が黄金残党を率いている頭か。この地に一体な。知れたこと。その娘を教祖に仕立て上げ、新しい国をここに作るのさ。ここはいい。そして俺がその頂点に立つ。そのようなことはこの長子。戦いはあんまり得意じゃないが、この暴虐非道の輩だけは。けっ、裏づぐちはそっ。さあ、こいつが黄金族の親玉か。うん、我ら結託し。二人の闘志が強く同調している。この人間たちは我らの。ああ、シリュー、任せとけ。それに、こんなところで悠々。二人の闘志が完全に同調している。なるほど、これが人間の戦い。超運とライフ。
中だぜ。甘く見るなよ。
走る。百発百中だぜ。甘く見るなよ。敵はこれで全員のようだ。シャーク、よく戦ってくれた。再びこの地に賊が攻め寄せる。これでようやく落ち着いて話ができる。それで？それで？なぜ私の封印をわざわざ解いたの？何が目的？こっちが聞きたいよ。そもそも封印って何です？あなた、ひょっとしてすごく悪い人？はあ、短絡的な。悪いことをしたから封印される。逆よ。私はいいことをしたから封印されたの。どういうことだ？つまり、私はそれだけ有効であり、危険な存在だということ。だから悪用されないように、ここに封印されていた。それをあなたたちが解いてしまった。この意味わかるわね？俺は今歴史的瞬間に立ち会ったということだけはわかった。そう、それはよかったわね。じゃ、早速私を南へ連れて行って。南？ええ、南。ほら、さっさと行きましょう。目覚めた私は人間たちと行動を共にすることにした。趙雲と名乗る若武者はいきなりのことに戸惑っていたが、もう一人の若者来賓は黄金族もいなくなったと彼を説得。二人は定山を出て私を南へ連れて行くことになった。その方角にあるのは漢の都楽よ。しかし栄華を極めたはずの都は今戦乱の舞台となっていた。董卓という男が戦王を極めて朝廷内が完全に腐敗。それに豪を煮やした諸侯が連合軍を結成し都へ迫っていたのだ。400年間続いた王朝の最後、その時が間近に迫る中、二人の人間と私の長い旅が始まった。南と言われてもどこ？南にあるのは都の楽よ。でかい場所に行けば何かしらあるだろうし。それに都には国中の歴史が書かれた文献が山ほどあるはず。きっとこの娘の正体もつかむ。というか俺は行きたい。国中の歴史だぜ、支流。定山には絶対ない文献が山ほどあるんだ。私が誰かよりそっちの文献の方が大切。こういう男だ。あまり気にしないでくれ。それより都は今国政を掌握した董卓を討たんとする諸侯に包囲されていると聞く。紫龍の懸念が当たったみたいだ。関が堅牢強化。これじゃすんなりと都へは入る。まともに入れないのだったら戦いに乗っかればいいじゃない。あなたたち
戦えるみたいだし。それしか方法はないようだな。では、連携。でも、俺たちはいいけど、彼女はどうする？明らかに人じゃないし、機械。ああ、それなら心配ないわ。じゃ、まさか、変身するんですか？ああ、違うわよ。ま、
の軍にしたの？都の軍に入ればすぐに都に行けるのに。王宅の民に対する非道な行いは私も聞き及んでいる。その悪逆に加担することはできない。お前らしいよ、シリュウ。その自分の正義を信じているところは。くだらない。今の目的は都に到達することよ。その手段に安っぽい正義なんて含めるべきかしら。そんなことない。シリュウのその志高いところかっこいいぜ。その志と卓越した武、お前きっとすごい武将になれると思う。理解していただけなくて残念ね。みんなよくぞ集まってくれた。我こそが連合軍の名手炎本所である。我らは正義を掲げ、それを成敗する。おのおのの持てる力を結集し、これだけ諸侯が集まった中で手柄を立てれば、俺の名は確実に広まるだろう。大義のもとに集えど、皆腹の底にあるのは己の野心のみ。この俺は戦国被災で軍学に明るくないけど、なんか目的は一致しているが、そこに至る手段や方針。これで本当に勝てるのか、今の人間のお手並み拝見ね。これだけの諸侯が集った中で功を挙げれば、俺たちも遅れを取ってはおられんぞ。目的は一致しているけど、全員の動き方がまるで支離滅裂だ。いかな対…やれやれ、本当に人間は欲の塊ね。楽よとやらに入れないと。
司令官が一見して現状
敵将。これより炎章殿の手柄が欲しいってことか。誰も勝つ。帰よ。
首オロビオ。本当にこれは勝利と呼べるのかしら。どの軍団にも属さないあなたたちがいなければ。そう、今我らはどの軍団にも属していない。いつかはこの部を役立てていきたいものだ。
信じ。どうした？
信じ。信じ。
信じ。
真珠
信じる者のため。
猛将火竜が止水艦を守備しており、未だ抜くことができません。これほどの諸侯が集まって、席一つも落とせぬとは、一体何をしておるのだ。ならば、その火竜の首、この艦雲長が持ってまいろう。いかにも武人って感じの将だな。あの人なら倒せるかもしれない。うん、だが止水艦を抜いたとて足並みの揃わぬ軍で都へ着けるかどうか。はあ、仕方がないわね。楽して連れて行ってもらおうと思ったけど、そうもいかないみたい。私の力、あなたたちに少しだけ貸してあげる。今からこの軍団の指揮は、これは確かに皆が私の意志で動くようだが、運命を司る力、そのほんの一部を使って皆の子。私の力はほとんどなくなったけれど、この力だけは残ったの。まあ使えるのは戦いの間くらいだけどね。なんとも奇異な現象だな。それが本当ならば、皆の力を合わせ董卓を打ち果たせよう。すごい、こんな力があるなんて。ひょっとして皆がある。そう、この力、彼らの思考に入って私に対する違和感。封印といい、この力、無謀の襲名し、ほんの
で足並みは揃った。さっきまでの無様に。すごい。さっきまであれほど四分五裂だった連合軍が連携して止水艦を攻めている。あの人間
将劉玄徳が議定、関雲長が討ち取った。我ら仁義にもとる輩を全て打ち払おうぞ。悪逆非道の董卓も。火竜は倒れ、ここに止水艦は落ちた。
愚痴ったか。あとは頼んだぞ。
Thank you.
し。